ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、結界師のヒロイン、雪村時音について解説していこうと思うよ。出たー、平成のナイチンゲール。なんでナイチンゲールなの？みんなからナイチンゲールって呼ばれてるんだぜ。清楚で可愛いからね。そう、男子から大人気。それじゃ、ゆっくりしていってね。雪村時音ってポニーテールで。家の隣に住んでいたらむっちゃ嬉しいだろ。ただ、住村家と雪村家は仲が悪い。気にしてないのは時音のお母さんだけだよね。でも、時音は小さい頃から、吉森を優しく見守り続けてたんだぜ。そうそう。一巻の扉ページの絵で、吉森くんを蛇から守ってる。吉森が時音の後ろで縮こまっている。可愛いだろう。完全にお姉ちゃんだよね。吉森は弟だ。吉森くんと時音はお互い、22代目の正統後継者。予定だけどな。お互いちっちゃな頃から、結界師になる修行を積んできたの。時音ちゃんが二つ上のお姉ちゃんだぜ。吉森くんの修行を軽く口出ししながら、優しく見てあげてたの。うわぁ、優しいぜ。こんなお姉ちゃんがいたら最高だな。でも、11歳の時、吉森くんをかばって、腕に傷を負っちゃったの。まあまあでかい傷だったわよな。そりゃ気を失うぐらいだから、吉森くんも焦って家までおぶったのよね。その傷は高2になっても残っているぜ。吉森、トラウマだな。それから吉森くんは人が傷つくのが嫌いになり、修行に没頭するの。で、時音に恋は目覚めるのか。吉森くんは好意を持っているんだけど、時音ちゃんはお構いなし。学校に通う時も、後ろからついてくんなって言うし。吉森、残念。でも、吉森くんが時音の部屋のゴキブリ退治をしたら、お礼に T シャツくれるじゃん。あれはお礼というか弁償だけどな。まあ年長なので吉森くんを、まるでお姉ちゃんのように見守っているけどね。それは漫画の目で現れているけどな。目だけちょっと優しいんだよね。でも、たまにビンタしたり、年始で縛ったり。ド S だぜ。でも、同級生からは不思議ちゃんと呼ばれる。男子にはたまんない女の子なんだよ。シュークリームを黒くしたりするのも、たまんない女の子ってことなのか？そう、男子たちから。落ち着いた女の子として大人気。落ち着いた？みんなの前ではそうなんだけど、一人になったら無茶するみたい。気が強く勝ち気だぜ。パワーは吉森くんに劣るけど、精度、技術は非常に高く、一度に複数の結界を形成し、滅却できるの。ええー、すごい。他人が作り出した空間をすり抜けたり、術者の痕跡を探ることができるの。高スキルなんだろ。特に自分を怒らせた相手には容赦ない。むちゃくちゃするのか？吉森くんには鬼と恐れているみたい。生まれた時からずっと、隣に怖いお姉ちゃんがいるんだぜ。でも、小さい頃から仲良かったみたい。時音ちゃんが花火を持ってきてあげたり。今はそっけない態度を取るんだろ。そう、ちょっぴりグレーな関係よね。ただ、一度ちびりそうになる大ピンチが。箱使いがカラス森に現れた時な。吉森くんと千くんを助けるために、やむを得ず時神殺しの金を犯してしまうの。やばい。捕まって、弾頭島に連れて行かれるの。弾頭島ってすでに字が怖い。その時は吉森くんたちによって助けられるわ。で、ちょっと吉森くんを頼りにし始めるの。ピンチがチャンスじゃん。その後、カラス森の覚醒に備え、波動の修行を始めるの。波動ってよくバトル映画で見る。手からビームが出るやつだろ。波動最終奥義。これを完成させて白魔の異界に潜入するわ。マホラ様を説得するために入ったんだぜ。でも、それが大失敗。そしてドロドローン。なん、ドロドローンって。溶かされちゃったの。女子高生の時音ちゃんが。ええー、溶かされるって最悪じゃん。ドロドロの女子高生って想像できない。刺されたり、撃たれたりするよりも怖いよね。隣のお姉ちゃん、溶けちゃったって。アイスクリームじゃないんだから。怖いぜー。でも、この時もしずえお母さんは普通。怖い世界とは正反対の日常。娘が溶けているのに。ある意味一番強いかも。ゴキブリも平気で殺す、読まない、おばはんだ。そして溶けた娘は、眺めるものによって再生するのです。よかって。髪の毛とか溶けてスキンヘッドになったら最悪だもんな。それから吉森くんと夢を語り合う。シーンが出てくるわ。夢ってなんだろう。ケーキ屋さん、美容師。それともユーチューバー。
結構真面目な内容よ。普通の女子高生にしては珍しいかも。ファッションモデルか。残念、数学教師よ。ええー、数学教師。こりゃまた珍しい。本当にねー。吉森くんも普通の対応だったわ。逆に吉森くんの夢の方が子供だな。ケーキの城を建てるなんて。まあ子供の夢だよねー。小学生の作文か。でも、年下の男の子の夢って可愛らしいんだよね。うん、確かに。目がキラキラしたり。ときねちゃんもこの夢を叶えよう。という気持ちがあるらしいわ。可愛い姉ちゃんだぜ。厳しいおばあちゃんと優しいお母さんに育てられたから。なんだかんだで優しいのよね。それに一人っ子なのに吉森が近くにいるからな。自然にお姉ちゃんみたいになったんだよね。そして30巻でメインイベント発生。何が起こったんだ？時音が吉森くんに告白したのよ。あなたの優しいところが大好きよ。って。わーついに告白したぜ。恋愛からちょっと離れている気がするけど。争うおじいちゃん、おばあちゃんとは別に。吉森を大事な存在として認めたんだぜ。とにかく、時音ちゃんは普通の。生活ではとっても可愛い子。吉森に鬼って思われてるのにか。だから普通の生活では可愛いのよ。チーズケーキを作れるか不安になったり。それは料理が下手だからだぜ。違うのよ。そういう動作が可愛いのよ。ま、結界師としてはあれだけど。自由すぎるぜ。作戦を考える司令塔みたいな役割で、仕事をしっかりこなしてくれるんだよ。一人になったらめちゃくちゃだけどな。そこがいいんじゃない。大胆すぎるところが可愛いのかもしれないぜ。もう一度、結界師を読み返してみてよ。絶対に可愛いから。うん、アニメとコミック両方見てみるぜ。それじゃ、今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録などしてくれると嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。